のね、間にね、ちょうどカメラマンがいたんですが、それをね、ちょっとどいてくれと、うん、そこに打つからということでどかしましてね。なるほど、これの間でしょう。うん、それで少し、しかもただこれライとしては良さそうですね。ただね、スライスは打ちにくいですよね。スライスを打たないと左へ、グリーンの左サイドにというか、グリーン左へ外れますね、はい、普通に行ったら。でも、でもスライスを落としますよ。あ、そうですか。カットにね。ただ怖いのは、こういうところで怖いのはね、方向が定まらない時があります。打ったですね。抜けたようです。グリーンの手前です。ちょっとショート目、はい、ただこれパーではいけそうですね。いや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 、アプローチ難しいでしょ。あ、そうですか。距離感が、あ、今の7番ぐらいで打ちましたね。あ、そうですか、ええ、うん。さあ、そしてカルカベッキア16番のティーショット。Come on, a little bit more, a little bit more. Four. A little bit more. ああ、いいですね。はい、距離感ちょうどでありましたが、しかし少し方向が右方向でありました。17アンダーグレグノーマン、そして16アンダーが2人となっておりました。もちろんまだ分かりません。アメリカオハイオ州ダブリン、ミアフィールドビレッジゴルフクラブより最終日をお伝えしております。さあ、15番のこれから第4打になりますね、杉本さん。はい、あのこれはおそらくピッチエンドランですね。9番、9番かピッチングをかぶせて、はい、転がすでしょう。うん、まあまあ、まずまずですよね。はい、吉田さんね、はい、さっきの第3でやっぱりね、7番でしたね、使ってくれた。あ、そうですか、はい、あ、さあ、そしてスティーブ・エリキントン。あ、これも右目ですよ。危ない危ない、ダメですね、これも。あっと、どうしようもね、これも。あれ、ワトソンと同じようなところ。どうしたんですかね、風を間違えてるのか。全く同じショットですよね。そうですね、開いたんですかね。うん、確かに旗が右側あるから狙うことは狙うんですが、あっち行ったらもうどうしようもないですからね。はい、さあ、デュバルのこれからイーグルチャンス、イーグルパットであります。だいたい距離は6メーターですね。はい、これこっちから見ると右の方が随分実は上がってるんですね。そうなんです、だからフックラインなんですよね。あ、相当右向いてますね。フックラインです。ダメですね、打てない、打てないです。どうしちゃってるんですかね、今のね。思い切って若さが出てね、カーンって行くかと思ったんですけど。カルカベッキア16番パー3、これからバーディーパットに入ります。しかし距離はやっぱり 7,8 メートルありましたかね。もうちょっとある、10メートル近いじゃないですかね。ありましたかね、ちょっと軽くフックですよ。はい、戻らない、惜しい、戻らないか、惜しいですね。このカルカベッキアは6月の12日ですから、もうすぐ35歳になります。あー、ノーマンのパーパットです。15番、強く打てばまっすぐです。はい、ちょっと弱いと左曲がりますね。この15番というのは初日がバーディー、2日目パー、昨日がバーディー、そして第4ラウンド最終日パーです。ナイスパー、ナイスパーと言っていいですね。素晴らしいね、一人ナイスパーです。そうですね、ティーショットセカンドね、セカンド、あのセカンドはちょっとやっぱり強く打とうとして間違えたんでしょうね。そうですね、そしてこちら最終18番はピーター・ジェイコブソンです。今日はイーブンパーのプレー、トータルでは10アンダー、437ヤードのパー4。いい球ですよ。いい、セカンド地点から右ドッグ、いいフェードですね。ちょうどそのコーナーですね。これ飛びましたし、しかも、はい、うん、カルカベッキア16番パーです。16アンダー変わりません。
そしてこちらはフロスト。ハルカベッキアが16番終わりました。おっと、このボールは誰ですか。17番のワッソンか、あのエルキントンかですね。あー、ボールが置いても止まらないぐらいの傾斜でね。ただこういうところでもそのプリファードライというのはもちろんだからね、採用できるわけですね。やってるでしょ、でさっきのね、あのクレンショーのは動かさなかったんですよね。そうでしたね。あれもちょっとわからないんですけど、私はね。さあ、ここがどうやっても寄りませんよという。で無理ですね、あの寄るとしたらですね、今歩いてきますね。ここです、ここ、ここを打つなきゃ、だからあのグリーンに落っこったらもう 100% 寄ることはない。あのだから旗に当たるしかないんですよ。で落とすとこはまだあの青く芝が少し、まあ、5センチぐらい残ってますね、はい、あそこですね、はい、手前落とすと今度は止まっちゃうし。おー、来た。バンカーショットしましたよ。いわゆるエキスプロージョン気味のバンカーショット。うわ、よくしかしやりました。これでもものすごい勇気がいるショットですからね。そしてカルカベッキア17番のティーショット、左側にはザーッとバンカーがついております。フェアウェイですね、フェアウェイに。そしてここもあーっと、そのバンカー。まあでもね、旗が今日右側だから、もしかするといいのかもしれません、あそこの方が。あー、そうですか、まあ、しかもあの雨でこうバンカー固くなってますね。固くなってればね、はいはい、こちらが17番。そしてその周りにはだいたいそうですね、この辺の家ですと50万ドルから、まあ、70万ドルぐらいとこう言っております。あー、来ましたね、デバル。大したもんですよ、この選手は。どのくらいの選手、ね、どのくらいの選手になるか分かりませんけどね、今年2位が2回あるんですよね、勝ってないけどもね、勝ちそうなことをやってるんですよ、はい。そして18番のセカンドショットはクレンショーです。これはまだだいぶ距離が残ってました。あー、しかし来ました。いいショットですね、はい、いいですよ。あの旗の手前に、あの狭いところに止まるのが最高なんですけどね、ロングアイを持ってあの手前止めるってのは難しいでしょうけどね。そうですね、さあ、そして16番にグレッグ・ノーマン。今この16番はちょっと風がね、左方向からのアゲンストに感じますね。ああ、そうですか、はい、ただまた少し時間経つと少し風向きが変わりますんでね、はい、ちょっとジャッジが難しいですね。今フォローになったんですか。アゲンストです。ちょっとアゲンストだった。アゲンストずっとやっぱり3番アイアンぐらいになるんでしょうね。なおノーマンはこの16番は3日間、まあ、第3ラウンドまでいずれもパーでした。高い球を打つんでしょうね、きっと。現在1ストロークリードであります。今日はピンまでは201ヤードです。3番アイアンですね。今日のピンポジションは左奥目。ああ、結果はどうでしょうか。あーっと、バンカー届かず。ああ、戻っただけいいじゃないですか。ここはしかし深いんですよ。バンカーですよ。ただノーマンバンカーうまいですからね。いやー、また分かりません。エルキントンパーパット、これが大きいパットですね、彼にとっては。これを入れれば優勝争いに残ります。あっと弱い。あー、うわー、左側、ボギー、15アンダー。しょうがないですね、まあ、バーディーを取りに来て結果的にはああいうショットになっちゃって、はい、安全に左側に乗っていけば楽にパーは取れるところですからね。いよいよ残りホールが少なくなってまいりました。第20回メモリアルトーナメント最終日をお伝えしております。